体を動かすことは任せてください。22歳岐阜県出身カバーサミです。私は幼い頃から親の影響で毎年スキーに行ったりテニス大会を行ったりして体を動かすことが当たり前の中で育ってきました。今までいろんなスポーツを経験してきましたが、特に自信があるのが初段を持っている空手とクラブで全国大会に出場したバレーボールです。体を動かしている時は自分の中にある不安や悩みを消し去ってくれるので好きです。よろしくお願いします。もういいでしょう。いい加減正直になんなって。そっちこそいい加減消えて。あいつに声かけて気づかれたらあなたの存在消えてなくなる。でも声かけなかったらあなたのせいで彼はこの後死ぬことになる。辛い選択だよね。出会う、好きになる、恋人になる、もう奇跡起きすぎでしょ。十分これ以上何求めるの。私は彼を救いたいの。だったら簡単でしょ。あいつに声かけりゃいいじゃん。この後に起きる第三次染めれば彼と病院でこの後出会うこともない。簡単な理屈でしょ。何か欲しければ何か諦めないと。自殺する彼を見過ごすつもりなんてなかった。だってこの子においって迷ってんじゃん。自分が可愛くてしょうがないもんね。人のこと自分の活材料として思ってない。そういうやつだよ君は。その通り。そういうやつだよね私は。自分勝手でわがままで、そのくせ無駄にプライド高くて、いつも人のこと見下して、でも全部受け止めて私の責任で生きる。そういうやつじゃないでしょ。自分のことはよくわかってる。本当のことなんてわかんないけど、これでいいの。彼も絶対喜ぶ。